女だからできるバンド。いわゆるキャバ嬢の格好だと普段できないじゃないですか、やっぱりドレスって。なのでもうステージでしかできない格好ということで、あのキャバドレス、ドレスの格好をして髪持って、あのバンドをやろうと思って。髪を盛るとそのステージ映えがすごいんですよ。髪の毛を振った時にうわーっと立ててるだけじゃなくて本当に巻いてるんで大きく見えますし、すごいステージアクションがかっこいいんですよね。私たちはこうガールズバンドなんで、そういうあの男の人とはやっぱり違うんで、こう女だから、女のバンドだからできるこういう衣装だったりとか、こう盛り紙だったりとか、そういうのもあると思うんで、基本はもう自分たちのやりたい格好でやってます、うん、足ガーって開いてお立ち台に上がったりするんで、スカートはちょっと 無理だなと思って。私ミニスカートが普段多いんですけど、ステージアクションってすごい私大事にしてるんで、パフォーマンスとか紫色を絶対どこかに取り入れようっていうのがあって、黒いこういう衣装になってもどこかにワンポイントでこう紫色を取り入れれるかなと思って。見てもらえば分かると思うんですけど、他のメンバーよりもフリフリとした甘い感じをよく取り入れてます。自分これ着たいっていうのはもちろんあるんですけど、っていうよりは5人のバランスが一番やっぱり大事にしてて、色もそうですし、赤、ピンク、黒、白、紫って一応こう色分けがあるんですけど、ドレスの時は5人のバランスです。自分が大事にしてるのは。そんな彼女たちが4枚目となる新曲ドミネーターをリリース。この曲に込められた思いとは。メタルを聴くきっかけに本当になってもらいたいなって思うシングルになっていて、メタルを聴いたことない方でも聴きやすいんじゃないかな、あとカラオケとかでも入ってたら歌いやすいんじゃないかなって。